しまうんですよね。それを水をつけることによってふやかせて目を起こすんですよ。起きたところを仕上げの刃物で仕上げてる。で今高さを今描いてます。で今刃物を研磨してで最終仕上げに入ってますね。でまだ水がついた跡があるんですけど、まあ、それが徐々に徐々に取れてしまう。またこう違う刃物を使って研磨して今度は足でスピードを調整しながら最後の仕上げですので、はい、あんまり速いとは切るのにいけないものですから、うん、うまくなってね。